エスプレッソをマシンで入れたカフェラテとかですね。それを飲む場所があまり水はなかったので、松崎はあまりなかったですし、それを松崎に帰ってきた時にわざわざ東京に行かなくても飲めたらいいなと思いました。おすすめのメニューは、そうですね、エスプレッソをマシンで入れたカフェラテに蜂蜜やチョコレートを加えたりした飲み物です。きちんとしたコーヒー豆を使うということですね。ペルーマチュピチュ天空、朝入りのため優しい軽やかな酸味です。柔らかいベリーの風味、少しの甘みを感じます。アンチエイジングブレンド、アンチエイジングに効果があると言われている成分の異なる朝入りと深入りのブレンドにして、香りと苦みがバランスよく仕上げてあります。ジェイブレンド、苦みの少しあるブラジルの豆をベースにマイルド感を加え飲みやすく仕上げました。コクとマイルドな苦みが感じられるミディアムボディのコーヒーです。ブラジルショコラサンアントニオ、チョコレートのようなコクのある甘みと味わいです。口当たりはよく、ミルクによく合います。